では始めさせていただきます。スーパーパワーシリーズ2024 5月29日後楽園ホール大会にて世界タッグ選手権試合王者チーム斉藤潤斉藤麗 VS 挑戦者チームパロー・オディンソンの開催を決定とさせていただきます。まずはジ・エンドパロー選手オディンソン選手のコメントを代読させていただきます。今日本に面白いタッグチームがいるらしいな。お前たちがどの程度のタッグチームなのか日本に行って見定めてやる。日本のタッグチームは斉藤ブラザーズだが世界最強のタッグチームは俺たちジエンドだ。斉藤ブラザーズをぶっ倒して今度こそ世界タッグのベルトを手に入れてやる。以上になります。では王者組斉藤潤選手から、意気込みをよろしくお願いいたします。斉藤ブラザーズ兄の斉藤潤だ。まあ日本から世界中には気になってるタッグ屋がいろいろいるが、このジ・エンドはずっと前から気になってるタッグの一つだった。それを向こうから、まあ、世界タッグを持つ斉藤ブラザーズに挑戦させろと言ってきている。素晴らしいことじゃないか。ジ・エンドかわいそうなぐらいに叩き潰してやるよ。ドゥー。ありがとうございます。続きまして斉藤麗選手意気込みをお願いいたします。弟の斉藤麗だ。おい、いいか、このジ・エンドの二人、パロとオーディンソンは俺たち斉藤ブラザーズを舐めてる。なんだ、自分たちは世界の、タッグチームで俺たち斉藤ブラザーズは日本のタッグチームってな、そんなに自信があるんだったら俺たちがお前たちをボコボコにして俺たち斉藤ブラザーズが世界にも通用するタッグチームだってのを証明してやるぜ。ぶっ倒してやる。楽しみにしてろ。よし。ありがとうございました。続きまして質疑応答に入らせていただきます。ご質問のあります方よろしくお願いいたします。ジエンドの印象ってお二人の中でどんなものがありますか。まあそうだな、さっき潤が言った通りに、もちろん前から知ってるタッグチームの、一つであり、まあ日本にはなかなかいないような、まあ大きい、しっかりして本当パワーファイターだなと思ってたな。まあパワーだけじゃなくていろいろ技術も光るところがあるし、ただ二人ともやっぱりそれなりの、まあ選手だからな。やりたいと本当前から思ってた。ずっと前から気になってたからな。でもそんなでかいやつらを、まあ、持ち上げてぶん投げたら、気持ちいいだろうな。いや楽しみだ。ちょっといいか一回、ちょっと待っててくれ。よいしょ。いやー、まあ、チャンピオンカーニバル終わって今ちょっとシリーズ休みになったからな、少しくらいちょっと俺の好きな、ビール飲みながら、やってもいいだろう。なんだ、どうした。おい、それ美味しいの。いや、まだ飲んでねえぞ。俺には何もない。よく冷えてて、うまいな。そうだ、それもちょっと言おうと思ったんだ。昨日、
まあお前が、宮原健人に敗れて優勝とはいかなかったけれども、ただ本当にあと少しの、優勝まであと少しのところまで、お前も頑張ったからな。もうスイーツ解禁でいいって言ったのにお前は、食べないと。ああまだスイーツ食べないと。ああ絶対に食べない。まあお前なりの意地がいろいろあるんだろうけども、これで食べたらダッサいしかっこ悪いからな。まあ自分なりのけじめじゃないけど、負けは負けだからやっぱ食べれない。ああそうか。まあ俺は別にお前にもう食っていいって言ったし、俺はもう関係ねえから普通に飲むけどな別にな。ああでも何も隣で飲まなくていいんじゃないか。ああ失礼した。純選手今見せつけられるようにこう冷選手がビール飲んでますけど、今どんな気持ちですか。まあ食べれないのもそうだし、隣で美味しそうに飲んでるのを見てなんかとても苦しいですよね。まあそれでも俺は、まあ、昨日の負けは負けだから甘いものをまだ食べない。まあ、レイ選手がもうスイーツ解禁って言ってるんで、あとはもう純選手の判断次第かと思うんですけども、どういった形になればスイーツ解禁しようと思ってますか。それはまだ考えてる。何が正解なのか。まあさすがに来年のチャンピオンカーニバルまで待つことはできないから、どうしようかな。ちょっといいか。お前だったら今挑戦状を叩きつけてきてる、このジ・エンドに、勝ったら今度こそ、スイーツ解禁でいいんじゃねえか。どうだ。ジ・エンドに勝ったら。そう。試合は5月29日の後楽園ホール。29日。あと何日だ。あと2週間くらいか。ああわかった。そうだな。うん。2週間は結構長いし、まあ正直そこまで我慢するつもりもちょっとなかったんだけど。なかったんかい。まあいいな。ジ・エンドを叩き潰して世界タッグを防衛して甘いものをリングで食べる。ああ素晴らしいじゃないか。よし決定だ。よし。うん。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。マイクをお渡しいたします。お二人にお聞きしたいんですけども、まあ、この試合、まあ、当然防衛すると思うんですが、で6月10日に能登で七尾でチャリティーマッチがありますけども、ここでどんな試合をやりたいっていうふうになんか希望があれば教えてください。まあこれはチャリティー大会ということで、うん、まあやっぱり見に来る人みんな元気つけてあげられるというか、みんなが楽しめるそんな大会にして試合をしていきたいな。うん、そうだな。まあそうだな。まだ対戦相手とかちょっと
誰とか、分かんねえけども、ああまあでも迫力ある、ああみんなが見てちょっと、まあ、元気になれるような、ああ熱い面白い、でかい戦いを、やりたいな。ああまあでも斎藤ブラザーズが、うん、元気いっぱいにパワフルな試合をしたら来た人はみんな笑顔になるんじゃないか。うん、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。マイクをお持ちいたします。純選手質問なんですけど、あの、まあ、前回というかチャンピオンカーニバルの優勝決定戦の前はその勝ったら宮原に、使いっ走りさせておまんじゅうを買ってこさせたいとおっしゃってましたけど、今回は、勝って解禁になったら何を食べたいですか。まあそれはその時の気分次第なんだけど、前は確かまんじゅうと大福を宮原健人に買いに行かせてそれを一口で食べたいって言ったんだけど、まあ今回は、まあ、ジ・エンドを叩き潰すのは当たり前として、多分ジ・エンド和菓子買いに行けって言ってもわからないと思うから、まあ本当は買いに行ってもらうのがベストだけど、まあ事前に自分で買っておいた方がいいかもしれないな。うん、まあその時何を買って食べるかはお楽しみだ。うん、じゃあお願いいたします。もう一問純選手に伺いたいんですが、あとまあ2週間、まあ、16日ぐらいですか、スイーツを我慢するっていうのはもうどのぐらいのこう辛さというか苦しみなんでしょうか。いや真面目な話、昨日宮原健人に勝ってもう食べる気満々だったから、今日で甘いもの禁止の悪夢の10日目ということで、このままあと約2週間いや想像を絶する。まあだからもっと積もりに積もるこの甘いもの食べれない憎しみパワーをジ・エンドに、まあ、思いっきりぶつけてやりたいよな。まあジ・エンドかわいそうなことになるんじゃないか。いや、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。マイクをお持ちいたします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、写真撮影に、移らせていただきます。両選手その場で、お起立ください。
ありがとうございました。以上で世界タッグ選手権試合の会見を終了させていただきます。